停止表示灯とは、自動車の緊急停車の際に用いられる、停止表示機材の一種で、紫色に点滅発光する器具である。三角停止表示板と同様に、道路交通法施行規則、第2章の6停止表示機材の基準に、定められているが、一般ドライバーにおける認知度は低い。自動車が故障、ガス欠などのため、やむなく道路上で駐停車する場合に、 後方安全のために設置する機材。目的としては、一般道路より多くの危険が伴う高速道路上において、より早く後方を走行している車両に、故障車両の存在を知らせて、危険回避してもらうことにある。車内のわかりやすい場所に収納し、故障して停車した場合に使用する。ただし、燃料やエンジンオイルが漏れていたり、漏れる恐れがある場合は、火災防止のため、 停止表示灯やハザードランプ、発煙灯は使用せず、三角表示板のみを使用しなければならない。2009年3月現在、日本国内の道路交通法規則上では、高速道路上でやむなく、中停車する場合に、三角表示板、または停止表示灯の停止表示機材を設置しなければならない。積載義務でも、購入義務でもなく、設置義務であるため、 仮に車両に積載していない状態で高速道路を走行しても違反とはならない。この義務に違反した場合は、故障車両表示義務違反となり、点数は1点、反則金は6000円が課せられる。道路交通法施行規則、第2章の6停止表示機材の基準道路交通法、第75条の11自動車の運転者は、故障その他の理由により、 混戦車道もしくはこれに接する加速車線、減速車線もしくは途半車線、またはこれらに接する路肩もしくは路側帯において、当該自動車を運転することができなくなった時は、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。ありがとうございます。